ベルボトムベルボトムとは衣服のうちズボンのデザインの一種。またそのようなデザインのズボンそのものを指す。足の筒の形が腰から膝までは体にフィットし、膝から裾に向かって広がっているものである。金管楽器のベルの形に似ていることからベルボトムと呼ばれている。日本ではパンタロンやラッパズボンと呼ばれたこともある。竹の長いブーツを下に履けることから、 ブーツカットという呼び方も一般的である。現在は裾の広がり方によって区別するのが一般的になっており、やや広がっているものをブーツカット、大きく広がっているものをベルボトムとすることが多い。両者を総称してフレアとも言う。着方は特に決まっていないが、やや竹を長めにして、かかとの高い靴と合わせるとさらに足を長く見せることができる。 このような着こなしがしやすいよう、裾にスリットが入っていたり、そう、ボタンやファスナーで開閉できるものもある。長所として、膝下を長く見せることができる、ある程度足の体型をカバーできることがある一方、短所として、着用時に裾を引っ掛けたりしやすい、裾を引きずったりして、汚しやすいことがある。ベルボトムの発祥は、ヨーロッパ諸国の大工職人や、19世紀の アメリカ海軍の水兵である。1960年代以降、アメリカのヒッピー文化の代表的なファッションスタイルの一つとして定着し、1970年代後半まで男性、女性を問わず世界中の若者の間で大流行した。なお、単にジーンズだけでなく、プレスラインの入ったスラック姿や、プリント柄のものも多かった。エルビス・プレスリーは、 ジャンプスーツにベルボトムを採用していた。ヒッピー文化と共に1960年代末期より日本でも爆発的に流行した。日本では当時パンタロンと呼ばれていた。パンタロンはフランス語でパンツの意だがちょうど日本にパンタロンの語が入ってきた1960年代末から1970年代にかけて日本ではベルボトムのパンツが大流行していたためパンタロンは 日本でベルボトムを刺すことして定着した。現在では背後と化している。ちなみにフランス語でベルボトムはパンタロンはポット・ディ・エラフォンという。その後1980年代にはスリムジーンズの流行に置き換わったが、1992年頃からの古着ブームによりベルボトムが再び流行するものの数年で人生化した。同時期より女性向けでは、 その足を長く見せる効果に注目が集まり、デザインに工夫が凝らされて、足の長さだけでなくお尻をスリムに見せるなどの効果を歌った、いわゆる美脚パンツのブームが起こった。この流行は、ジーンズだけでなく、パンツ全般に広まり、スーツなどのスラックスやトレーニングパンツなどにもベルボトムのデザインが取り入れられたものが多く売られるようになった。 1995年頃より20代の OL を中心としてフレアパンツが流行する。2006年頃からはスキニージーンズなどスリムがまた流行しているが、依然ベルボトムも高い需要がある。現在女性向けではベルボトムフレアパンツは定番化している。男性向けではロック系、パンク系の人々の一部で根強い人気があるが、 現在、トルネードマートなど一部のブランド以外流通量は極めて少ない。宮城県の常番木学園高等学校では寒さ対策としてスカートの代わりにパンタローンを導入した。橋本信也、ありがとうございます。